レッドブルアレーナは、オーストリアザルツブルク州の州都ザルツブルク市にある、スタジアム。2007年に拡大工事が終了したオーストリアで、最もモダンなサッカー専用スタジアムの一つ。オーストリアブンデスリーガの強豪レッドブルザルツブルクの、本拠地である。収容人数は3万200人。ザルツブルク市は、当初正式名称を EM スタリオン、バルスシーツェンハイムと定めたが、 レッドブルザルツブルクは、ブレンアレーナを正式名称とし、日本語の正式名称は、ブルズアリーナとされていた。実際は、EM シュタリオン、バルスシーツェンハイムの名称は、道路標識などで使用されているにとどまり、ホームページやポスター、雑誌、新聞などでの試合告知等では、ブレンアレーナとされていた。また、一般市民の間では、二つの正式名称があって、紛らわしい。 EM 以降も EM スタディオンと呼ぶのはおかしいとブレンアレーナの正式名称が浸透していた。しかし2008年7月にスタジアムの正式名称をレッドブルアレーナで統一することをレッドブルザルツブルクとザルツブルク氏が発表した。現在では街中の道路標識なども新正式名称に変更されている。2003年にザルツブルク郊外にあるバルス地区に サッカー専用スタジアムとして完成。もともとは収容人数18,200人のスタジアムであったが UEFA ユーロ2008に向けて2005年より拡大され2007年7月に拡大工事が終了した。こけら落としとして2007年7月25日にレッドブルザルツブルクとイングランドの名門アーセナル FC の親善試合が満員のスタジアムで行われた。 スタジアム内には、レッドブルザルツブルクのオフィスや、ロッカールーム、メディカルルームだけではなく、オフィシャルファンショップや、レッドブル社が運営するレストラン、ブルズコーナー等が併設されている。このスタジアムの大きな特徴は、レッドブル社のディートリヒマテシッツ会長の意向により、ピッチに人工芝を使用していた点。他に、ヨーロッパで人工芝のスタジアムが正式に、試合会場として利用されていたのは、 ロシアモスクワのルジニキスタジアム等がある。しかし2010年に天然芝に張り替えられた。また周辺にはレッドブルザルツブルクのトップチームとサテライトチームが利用しているタクサムレッドブルトレーニングセンターがある。インスブルックのサッカー専用スタジアムティボリシュタディオン同様ピッチ上の選手とスタンドで観戦するサポーターの距離が非常に近いことでも知られる。 ありがとうございます。